はい、どうも、とどまろと申します。本日もマリオメーカー2をやってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。とどまる様への挑戦状、とどまるの限界突破、勝手に名前使ってごめんなさい。いや、全然、好きにどんどん名前は使ってくださいよ。難易度は少し高めです。やってまいりましょう。ワン、ツー、三段ジャンプを使っていくコースなんかな。オッケー。でも、クリア率が500分の1くらいなんて結構難しいんじゃないかなという感じはしますけど、ワン、ツー、三段ジャンプじゃなかったね。いや、ほんとこんなコース作っていただけてありがたい限りでございまして、オッケー。なんかベストタイムはちょっと余裕ありそうだったんだよね、時間には。なるほど、ちょっと待って、ここ急がなきゃいけないやつじゃね。ここ急が、あんまりこういう TA 的な動き得意じゃないよ。ここまで行かなきゃいけないけど、あ、行けた、やった、ワン、ツー、三段ジャンプ、くるんくるん。あれ、ワン、ツー、三段ジャンプ、くるんくるんで一回で、こことここは、オッケー、ここしっかり三段ジャンプかまして、残り8秒で鍵ドアに入りまして、うわ、最後なんだこれ。まあでも5マスならしゃがみジャンプが決まればいけるかな。さあ、というわけで、せっかくね、いただいた挑戦状コースでございますから、サクッとクリアテイクできたらいいななんて思うんですけれども。まあでも結構難しいよね。結構難しい。ここも結構急がないと間に合わない。ちょっと今回若干ロスってるよね。さっきのところ若干ロスったから間に合わない説があるけど、いけた、ワン、ツー、サンダー、くるんくるん、2回ぐらい入れば大丈夫で、トントンで、トントントーン。はっ！はっ！1枚取れてねえし、ちょっと時間が足んないわ。ワン、ツー、サンダー。いや、もう0秒では間に合わん。0秒では間に合わん、これは。まあ、しゃあないね。オッケー。さあ、これで多分、ここはね、慎重にゆっくり行けば大丈夫だと思うんですよ。オッケー。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などから、いずれお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2、やってまいりましょう。インポッシブルなんちゃらかんちゃら192分の0やってまいりましょう。ラリーを6体倒してからゴール、珍しいゴール条件だね。さあ、やってまいりましょう。一応今のところクリア者が出ておりませんけれども、ハリケーコースか。ちょっと待ってよ。オッケーオッケー。これは高さをし、うわ、難しそう。オッケー。ここちょっと5回ぐらいもうすでにやられてます。これは、駆け抜ける系か？オッケー。ちょっと待ってよ。はい。はい。オッケーオッケー。こんな感じで、ここに来れるのはいいんだけど、鍵がないんだよな、鍵が。鍵はなんだ、一体。あれ、まずは、ここに来るべきではないのか？こっち？あ、こっち行けそう。あ、こっちになんかめっちゃあるわ。あ、やった、鍵があった。鍵があったし、これ、ファイヤー取ってもいい。なるほど、なるほど。あ、ここでこいつらを、普通に6体倒してゴール条件を取って鍵ドア入れってこと？なんかすげえ独特な作りのコースだね。オッケー。まあまあ、デカ状態だから、まあ最悪あ、そっか、ちょっと待って。ちょっとロイがなんか厄介なところにいる。ロイが厄介なところ、ちょっと待って、あ、これやばいかもわかんない。あれ、これ、いけた、やった！ちょっと待ってよ、集中するわ。オッケー、やっていけた！おぉ、緊張感やっぱさ、こ、あ、オッケー、ゴールだ。右向くの禁止コース、ヨッシーに乗ったままゴールやってまいりましょう。なるほど、右向いてちゃダメなんだ。じゃ、とりあえず左を向いたら、なんかテレサの声が聞こえるね。ってことは、こんまま、あれでもこれでダメか。これちょっとやったことあって、このベロ出してる間って向き変わんないから、これで左に進むことはまあ可能なんだよね。で、こっからなんだよ、問題は。これ踏ん張って、いや、向いちゃうよな。そうだよね。これ空中でも、まあベロ出してる間は向き変わんないっていうのは変わんないから、それ、まあヨッシー乗り捨てちゃダメなんだよね。ヨッシー乗ったままゴールっていう条件だから、これきつないか。ちょっと待ってよ。このいや、こんだけの勢いでは届かないもんな。これどうやったらいけんの、これ。どう、うん、届かんか。まあでもこういうことじゃないの。あれ？は？あれ？はっはっ？な、何今の？なんかこっち行って、なんかこの辺行って、端っこ行って、なんかこんなんやって、ちょっと待って、戻っ。欠陥だ！これなんか欠陥コースだ！なんだこれ？ワンチャンそれが正解の可能性ある？なんかこっち行って、うん、反応しなくなるんだよ。なんだこれ？ちょっと待って。これワンチャンさっきのが正攻法？
これでいけるんかな、本当に。そうだね、ベストタイム的にも5秒だし、なんかこれで届かん気するんよな。じゃあさっきのが正攻法なんかな。不思議なコース、雪原とマグマのドキドキ激ムズ120秒スピードラン、クリア率が586分の0。やってまいりましょう。これはだいぶ難しいんじゃないかという感じはしますけれども、さあ今のところクリア値が出ておりません。制限時間しっかり120秒、しっかり一回クルーンをしましょうねという合図、スピンですね。はいはいはい、これ多分おしっぱでいけるように調整されているやつ。オッケーオッケー。で、あの右のバネのとこに出てくる感じではなかった、知らんとこ来た。うーわ怖いけど大丈夫なギミック、おそらく三段ジャンプ。まあまあ初見でね、あのいけるわけないから、まあ一応ちょっと確実に進めるところまで進んでいきましょうの精神のもと。あれ、これ P が切れるまで一回待ち時間で合ってんのかな。まあでもそうしないと進めないから、まあまあここは、いや、あの P を踏まずに行くこともできたか、ワンチャン。わからんけども、ちょっとドッスン怖い、ドッスン怖い。これスピンだね。ここ P を踏まないという選択肢を取ったら、あ、いけないんだ。ほんでなんかあの左上のあの青い土管、あの青い土管気になるよね。明らかな罠の青い土管。これさ、思いっきり飛んだら噛み合うように多分作られているということでございましょう。これ多分クルンせんかったら噛み合ったんかな。もうクルンとかせずにコースを信じて、で、ここはクルンクルンって書いてあるから、ちゃんとクルンクルンしなきゃいけないところはクルンクルンって書いてると、もうそう信じて、やっていきましょう。オッケー、ここはこういけばよかった。さあ、で、何ですか。怖い怖い。はあ、これをこう進んでいけば大丈夫で、これは、臆することなく、臆することなくで、これ走りっぱで多分噛み合うように、そう、さっきちょっと一瞬のためらいによってずれたんだよ。それが、うわ、なんか、ようできた。いいコースだね。このコース、いいコースだね。このコース、さては、いいコースだな、これ。ダメだね、これ。おそらく、ここは被弾せずに突破しなきゃいけなかったところだと思うので、いや、ワンチャン、いけてる、いけてる。あれ？じゃあ、合ってたんだ、今ので。だってタヌキ状態、ムササビ状態だったらもう一回クラウダーチビになれないから、チビじゃないとここ進めないから、あれ、じゃ今まで合ってたんだ。ミスった、なんで。ここはだから一発食らってった方がいいんだよね、むしろね。むしろ一発食らっていった方がこの後のスターランに生きてくるので、さあここちょっと集中して、まあさっきはちょっと変なボンミス、まああれか、別に食らわんでも、まあまあどっちにしろそこで2回食らってからスターランスタートってことになるから、まあ、あんま関係ないっちゃ関係ないんか、こう1回食らうか2回食らうかは。まあどっちでもいけますよーっていうお話でしたね。オッケー、さあこれで病院、これ飛んじゃダメだったね。オッケーオッケー。で、多分これはね、走りっぱジャンプボタンとか押しちゃダメなんだよ。うーわ、そうかそうか、この先の三段ジャンプまで見越してそういう風に調整されてるから、やっぱり絶対に勝手にジャンプとかしたらダメだったんだね。アップ、びっくりした、いつの間にかバウ持ってた。怖い、怖いよ、怖いよ。どう、あ、ゴールなんじゃない、この、ここ、やった、ゴールだ、やった、いけた、オッケー。いや結構怖かった、結構怖いコースだったけど、まあまあいけてよかったね。やった。